はい、ジュゴンです。今回は、ログインしたらもらえましたデニグソン&サンパウロレジェンズのレベル1の残り4回分を一気に引いていきたいと思います。ということで対象は、前回も見ましたが、レベル1なんで、黒はパウリーニョとジェズスだけかな。と金は別にそこまで欲しい人いないですね。いませんね。ジェメルソンとか食わせるようにですけどね。ですね。ということで、ジェズスがイングランドで、パウリーニョは中国で、ジェメルソンはフランス。ということで、4回一気にやっていきまーす。おぉ、いや、ロシアかい。一瞬フランスかと思ってしまった。フェルナンド、ハードプレス、さあサクッと2回目いきます。これまだ黒出たことないんですけどね。言ってもお、フランス、お、ジェメル、あ、違うわ、リオンだった。マルセロ、センターバックの方のマルセロですね。はい、3回目サクッと。黒来ないパターンかこれは。うわ、レジェンド、どのレジェンド？黒？金？金ですか。あ、ってことは、あれ？左利きってあれじゃない？名前が出てこん、名前が出てこん、名前が出てこん、名前が、あ、そう、デニウスさん来た来たけども、来たけどもよ、公安4だって。確かにレベル1、なるほど、レジェンド来たけど、そうか、ラスト1回で黒来いてかジェズスが欲しい。オランダやないかい。終わった左、アヤックス左、あー、はいはい、な、 FP で来た人、ダビド・ネレス、足速い。そうか、このガチャ結局金6で、しかもレジェンド来たけどそれも金。そうか、はい、ということで今回はガチャこの辺で、また FP がメンテゴに来ると思うので、それを楽しみにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。